光が丘よさこいでの最後のステージとなりますので、私たちの青春をかけた演舞をどうぞお楽しみください。どうぞよろしくお願いします。それでは参ります。己に宿りし格闘の花矛先2018知らぬい。限りある時間の中で何を残し何を語る、ゆらゆらと揺らめく影楼のように、不完全な俺たちは歩き出した。先の見えない長い旅路を、隣にいるあなたの手を引き寄せて、さあどんな世界へ飛び込もうか。ここで仲間の声も届かないような暗い闇に足を踏み入れ、自分には無理だと決めつけていたんだ。本当は見たい景色がたくさんあったのに。思いを紡げば未来はきらめく。そんな簡単なことにやっと気づけたんだ。明日の自分を変えるのは今の自分しかいないから、今しかできないことをやる。ファッファッフェイファッ、本気が何かに負けるはずない。がむしゃらに進め。思い返せばみんながいて、周りの顔色を浮かないことも、一人で涙を拭うことも、必要ないと教えてくれた。みんなの笑顔が本当に眩しかった。喜びはみんなで分かち合うものだから、だから同じ景色を見れるんだ。これからも続く長い道のりだから、だからあなたと歩きたいんだ。不器用で素直じゃない俺だけど、臆病でちっぽけな私だけど、これからもずっと一緒に笑ってくれますか。疲れることなく先を取る、過去と未来をつなぐ架け橋のように、我らが咲かすは架空の花。桜はここに集いて夢結ぶ、日暮桜はプールは一つ、それは何時でもらうぞ。我らの心が今一つになり、今宵ともつは大輪か。今その景色を焼き付けて思うがままに突き進め。見てくださった皆様に感謝の気持ちを込めてありがとうございました。
僕たち撤収。